国の通天閣走ります。サスケに出ること、山田距離があります。第3位は、第8回一体やめます。初めてやめます。これがダメだな。で、引退撤回って言って、で、その時はもう本当にもう一回だけやらせてくれって言って、家族に、子供らに言って、で、決断してっていう大会だったんで、バスケをもう今もやれてるっていうその決断の時だったんですかね。もう一回だけやらせてくれっていう。それが、世の中でベスト3。あれがあったから今もずっと現場にね、いるんだと思うんですけどね。今回山田はこれで最後にしようとつぶやいている。完全制覇かそれとも引退か、ミスターサスケ無冠の山田、子供にもらったこのペンダントを胸元につけてごまんとび。さあ次なる難敵はジャンプハングだ。これはお見事。さあ今回は下から行く、下から行く。着水は免れなくてはいけない。両足がもうすでについた。さあ残りあと33秒。さあこれはどうだ、ちょっとバランスを崩した。さあしかしながら残り30秒、そり立つ壁は一発か。ここは一発で決めてもらいたい山田。おーっとどうした、おーっと滑ったか山田、滑った。焦ってはいけない、焦ってはいけない山田、全くいけない。どうした、どうした山田の反り立つ壁。残り10秒、山田シアン投げ組み呆然自失、全く行くことができない。山田どうした、山田のコース取りの問題か。勝負が決した後なすすべない状態でありますが、スタッフに対して手を合わせるようにして、もうちょっとここにいさせてくれと言わんばかり一発 OK。 最後慈しむようにロープクライム。これは引退を覚悟しているがゆえの最後の動きなのか。万来の拍手に応えた山田。山田勝負が決してからのその後の山田の花道、万感胸に迫ります。このサスケにかけてきた山田、山田のサスケが終わってしまったのか。みんながね、あの記憶に残るシーンだと思うんですけど、ファイナルステージあと30センチで山田みたいな。メタリックな天空の城に一点筋肉の塊がおります。山田勝美、ボンベ配送業33歳、いよいよファイナルステージです。とにかく身につけているもので1グラムでも軽くしたいとコスチュームを軽減してまいりました山田。命綱、この赤いラインは己の筋肉の中に走っている。この山田の大動脈を思わせます。己の腕っぷし一本で果たしてファイナルステージを制することができるか。人間ガスボンベ山田勝美、さあ腕の力を利用する、足は使わない、足は使わない、さあ足は蹴るのみ、足は蹴るのみ、ドルフィンキックといった感じであります。さあ5メートルを制した、今度は足を使います。今度は反動をつけた後は5メートルを過ぎてから足を使っていった。さあ10メートル残りあと15秒、残りあと半分。さあ10メートルからの5メートル、10メートルからの5メートル、残りあと10秒、残りあと9秒、山田取り付けられた、残りあと6秒。さあどうだ、あと数メートル、あと数メートル、2秒1秒。さあどうだ、腕に限界が来てました。やっぱり負けたくないっていう、ただそれだけです。あの時が体重65キロまで絞って、減量13キロぐらい14キロぐらいしたんかな。もう筋肉も全部落ちてもてギリギリいけなかったっていう、ファイナルで俺の火がついてしまったんですよね。あれがもう悔しくて、
クレーンを借りて20メーターのロープ伸ばし練習をしたりとかね。努力した結果何があるんかいのを一回自分の体で確かめたいっていうかね。あそこまでに至ってもて今ではねあんなね練習なんて絶対できないんで、なんかそこまで駆り立ててしまったのがあのファイナルでいけなかった悔しさっていうのが、そこがベスト2ですよね。もうどこでも映ってますよね。俺にはサスケしかないんですよっていう、あれがもうナンバーワンには間違いないですよね。完全制覇する自信できるまでの筋力はついてると思います。完全に。怪しく光るゴールの鉄塔は果たして実在しているのか、それとも闇夜の幻なのか。いずれにしてもゴールへの可能性を秘めているのはこの男のみ。山田勝美36歳第10回サスケ勝利を飾ります。第3ステージ延べ人数1000人目の挑戦者であります。まずはランブリングダイスであります。本人が語るにはあのランプグラスパー、これを通過さえすればと言っております。サスケの自宅のあの中庭には新たにランプグラスパー、こういったものも新設されている。ランブリングダイス、規則正しい音、二の腕が鍛える、二の腕が楽器だ、規則正しい音、体重を使っている、ウェイトを使って筋力を使う、お見事。さあ最後は先制に行きました。さあボディークロップが幕を開けました。山田、鋼鉄の森の漂流者山田、慎重に行きます。第一の空白、今度は足元、さあ慎重に後半に入る、大きな空白が迫ってまいりました。しかしながら左の手のひら、おっと首、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 進化の果てにこれだけの文化文明を築いてきた人類、それがまるで先祖返りするかのように、この人工的な鋼鉄のサファリの中で
今突き進む男がいる。全身に込めて腕を鍵型にして順手下げて、あとはこの嫌な距離、どう反動をつけていくか。前後に振っている、どう反動をつけるか。この嫌な距離を制してもらいたい山田。闇夜に山田一人ぼっち。悔しさの波紋が広がっていく沼地。またしても山田が泣いているのか。かつては反転するように陸地に転落していった山田が、右の足をかけながらも結果的には沼地、亡者の住む沼に吸い込まれた。闇夜に山田一人ぼっち。闇夜に山田一人ぼっち。まだ整理はついてないのは分かるんですけども、はい、今後どうしますか。これだけは言えることなんですけど、はい、俺にはさすがしかないんですよ。そうでしょうね。自分の気持ちの続く限りはずっと挑戦続けたいっていう気持ちは今でも持ってるし、多分これから先ずっと変わらないと思うんです。あのね、涙ってね、普通落ちて悔しさの涙とかってあるじゃないですか。それじゃなくて、いろんなことを聞かれてすごく時間が10分ぐらいかなあった上の中で、サスケをやらせてください、俺にはサスケしかないんですよって言った時に、そのもう一回やらせてくださいっていう言葉を、え、聞く俺にって言って言わなあかんの、それそんな俺からサスケ取ったら何残るんよっていう思っとう中に、俺やらせてくださいっていう言葉を吐く俺が落ちサードで落ちたじゃないですか。それを聞くのも、なんで聞くのって言って、なんで俺にそれ言わすのっていう悔しさの涙やった。俺にはサスケしかないんですよ、くそーみたいな。でも本当、あの時はもう死ぬまでやろうと決めた瞬間やったんで、まさかこんなね、すると思ってなかったんで、あの時もちょっと若かったじゃないですか。でもあの時も本当ね、もうサスケのファンが、応援者がいなくなるまで俺はサスケ続けようと思った瞬間やったんですけどね。じゃあ、お久しぶりです。お久しぶりです。これ長さん今できるんですか。できないです。引退したとはいえ、やっぱり心はまだ助けにあるんだなってすごい分かりますよ。やっぱり引退しても番組を応援したいし、まあ、選手も応援したいし。これほどのマニアはいませんよ。いませんよ。いませんよ。